女優の浜辺美波が、21日放送の日本テレビ系バラエティ番組、1億3000万人のショーチャンネル、毎週土曜夜9時に出演。ミラクルに驚く場面があった。浜辺美波、地元、石川県の郷土料理を紹介この日、その番組では、雪国のごちそうヘッドライン、として知られざる一品をランキング形式で紹介。石川県出身の浜辺は、嵐の桜井翔からの、冬のごちそうと言って思い浮かべるものは何ですか、という問いに、大根寿司ってものがあって、と、地元石川県の郷土料理を紹介。お酒とかお茶にも合うやつです、と笑顔を見せながら、地元石川県の郷土料理が、ごちそう、だと即答した。大根寿司を知るスタジオメンバーが、めちゃくちゃ美味しい、とその良さについて熱弁すると、浜辺は笑顔で大きくうなずいた。浜辺美波、地元のブリを堪能その後、基準値を満たすものが、本当にない、と漁師に言わしめるほど貴重な、石川県のブランド天然ブリを試食することになった浜辺。地元のおすすめの食べ方である、大根おろし醤油を乗せたブリを頬張ると、とろけるような笑顔を見せた。寒ブリ、脂乗って本当に美味しい、と、うっとりとした表情でその美味しさを堪能した浜辺は、地元の方が、頑張ってくれた、と、感謝を噛み締めながらコメント。同じく試食をしたスタジオメンバーからの、石川の時代来ますね、という絶賛の言葉に、にっこりと嬉しそうな笑顔を浮かべると、石川の時代、という言葉に反応したのか、控えめながらガッツポーズで抑えきれない喜びを表現した。バル、浜辺美波、ミラクルに驚きまた、2022年のブランド立ち上げから1本しか出たことのないこの高級ぶりが奇跡的に収録日の前日に水揚げされ、番組が割安で譲ってもらうことができたというミラクルを知った浜辺は、驚きの表情。故郷が石川の浜辺さんがいるから、手に入った、という桜井の言葉に、いやいや、差分、地元の方が、優しい、から、と、またまた石川県遠くに嬉しそうな表情を見せた浜辺。浜辺さんいなかったら食べられなかった、とスタジオメンバーから感謝されると、いやいや、絶対違う。多分、番組力です、と、謙虚な言葉を口にしつつも、随所でしっかりと地元、石川県の良さをアピールしていた。